優秀な2ということなんです。そしてさらに3つ同時に浮かすこともできます。真似すんなよ。真似してほしいんですけどね。やいからみんな、せーの、てってれー、できたかな。持ってないからね。キャラメルマシンの同じでーす。さあ今日もすごいマジック見せちゃうよ、うん、じゃあ佐藤先生お願いします。僕がやるんだけどね。黙っててくださいね、うん、さあこちら見てください。風船を使ったマジックをやってみたいと思います。やっちゃいな、やっちゃいな、やりたくなったらやっちゃいな。やるから黙っててね。はい、ね。さあそれではいきます。はい、いってらっしゃい。いきますよ。ワン、ツー、スリー。あー、バット浮いてまーす。よいしょー、邪魔ー。さあそれでは浮いてる風船の解説をしてみたいと思います。教えてるからね。超ごめん。さあまずはこの風船の下に、なんと扇風機を置いていました。教えてるからだからね。超ごめん。超ごめん、まあ、いいからね。さあ風船というのは、手を離すと重力で下に落ちていきます。超ウケる。そこまでウケることじゃないよね。そして風が上に行ってます。なのでこの風の力と重力がちょうど釣り合っているところで風船が浮いているかということなんです。もうプロ級だね。プロで出してもらってます。しかもですね、こんな感じで手をかざすと下に行ったり上に行ったり、こんな感じでコントロールすることもできます。せーの、ジェ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 。古すぎるからね。古かった。しかも風船1個だけじゃなくて、もう1個です。なんと風船2個浮かすこともできます。そしてさらに3つ同時に浮かすこともできます。真似すんなよ。真似してほしいんですけどね。ぜひお家で何個浮かせるか試してみてください。てってれー、邪魔やー。おまけ。さあ僕も風を使ったマジックをやりたいと思います。風を使ったマジック。僕が使う風はこちらでございます。じゃじゃん。ここに強力なドライヤーを用意しました。おー、でかいですよね。すんごい風が強いんですよ。ちょっと見てみます。どれぐらいですか。ちょっと骸骨が見えましたね。さあ、今からですね、なんと、この風を顔に浴びながら、こちらに用意します。熱々のお茶でございます。はい。風を浴びながら、この熱々のお茶を飲み干すというマジックでございます。マジックですから、私は。じゃあ先生、ね、用意お願いします。わかりました。今ちょうどね、ランプがついてますので、ちょっと。ついてるね。そうですね。はい。できたところで。ついてるね。じゃあ入れますよ。見づらいと思うんだけど、湯気だいぶ立ってますよ。ちょっと、溶けてますね。コップが溶けてますけど。溶けてるよね。溶けてるよね。コップが溶けてますけど。ちょっと待ってください。持ち上げたら、あれなのかな。あ、いいですよ。はい。じゃあいいですか、風を。持ちます。おぉ、できるんですよね。どうぞ、これをなんと、伸び落ちますよ。いや。もうどうぞ、どうぞ。